城南署に現金輸送車襲撃を予告した一通の手紙が送られてきた。手任せということは、私もそう考えたんだがね。ただし昔世話になったある刑事にだけは現金輸送車襲撃の全てを告白してもいいと書いてある。襲撃は無事に成功させる必要がある。え、何だって。現金輸送車を襲撃させて泳がす。そうすればコカインの取引現場も抑えられる。3億円を積んだ現金輸送車に乗り込んだ伊達と風間は襲撃犯を待ち受けるが、現金輸送車が消えた。今バカなこと。発信機をずっと移動続けてます。犯人たちの巧みなトリックに一瞬にして消えた現金輸送車。愛する女のために最後の仕事をした男神崎。次回ゴリラ裏切りの報酬をご期待ください。